西に着くのは明日。言ったでしょ、サム。過去は捨てられないものよ。あなたに一つお願いがあるの。のあの男ヒックスは、覚えている？そろそろ帰る時間よ、サム。あなたが教えてくれるまで知らなかった。私は生きているということ。一人でいるのは生きていても死んでいても同じだった。あったかい。帰りたくない。帰りたくないよ。はい、ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。帰り方忘れたの？うん。途中まで一緒に行ってあげる。そうしたらあなたは一人で帰れるの。あったかい？うん。あなたをビーチで待ってる。私を助けてね。うん。二人でよく遊んだ、ここで。君が連れてきてくれた。一人で来ることはできない。そうね。帰る体がある限り、あなたはビーチに出入りはできない。君はビーチを通って西から戻れないのか。あなたがここまでつないでくれないと戻れない。
あなたをビーチで待ってる。私を助けて。よく眠っていたわね。食べる？ようこそレイクノットシティへ。どうしたの？なんでもない。行きましょう。フォートノートで積み込んだ荷物、レイクノット宛てよ。忘れずに届けてね。配送センターはこの先よ。じゃあ私はやることがあるから先に行く。また会いましょう。
船が来るのを見ていました。せっかく来ていただいて申し訳ありませんが、荷物は安全なものでしょうか？危険物は入っていませんね。外のセキュリティは通過していますが、荷物を確認します。問題ない。安全を確認できました。状態は素晴らしい。しばらく入手できなかったものです。
イラル通信がつながった。待ってました。これでキャピタルノットシティとも情報が共有できます。 UCA 全体で協力すれば各都市のセキュリティも向上します。いずれ市民の不安も収まっていくことでしょう。第一次遠征隊として来た頃はまだ良かった。少なくともテロや都市外部からの接触に怯えることはありませんでした。この先もお気をつけて。どうかご無事で。ありがとうございました。サム、グラウンドゼロを超えたのね。おめでとう。そしてありがとう。でもこの先はさらに厳しくなる。私たちが訪れた時はこのエリアはまだ安定していた。レイクノット、ミドルノット、サウスノットの3つの都市はどれもアメリカ再建に協力的だった。そもそもこのエリアはフラジャイルエクスプレスの配送網と契約して都市をつないでいたの。でも1年前状況が一変、テロ行為が多発するようになった。最初はミドルノットが全滅、使われたのは旧世代の核兵器。その後サウスノットシティが破壊させられて、たくさんの犠牲者が出た。この先はブリッジズの施設だけで都市をつなぐことは難しい。 UCA に加入する意思のない孤立主義者たちの手を借りるしかない。大変だけれど、第一次遠征隊が訪れた時から状況は大きく変わっているようだ。ミドルノットシティの消滅によって計画を変更せざるを得なくなった。言うまでもないが、我々には新たな結び目を建設する余力も時間もない。代わりになるのはプレッパーズのシェルターだけだ。あたりのプレッパーズたちを使って地道にバイパスをつないでいくしかない。プレッパーズには孤立主義者が多い。 UCA の加盟を簡単に承諾すると思うか。確かに我々 UCA への加盟は期待できないな。彼らは都市には所属せず、民間配送業者のフラジャイルエクスプレスと契約している。なるほど、フラジャイルを利用するというわけか。そうだ、彼女も協力を申し出た。彼女の見返りは何だ。それはわからん。だがヒッグスへの復讐心は本物だ。彼女の組織を崩壊させ、全てを奪ったのはヒッグスだからな。憎しみや恨みは時が経とうと壊れない。ここから先は平坦な道のりではないが、前に進むしかない。まずは休んで準備を整えてくれ。サム、そのままでした。私にキープっていうの、昔の言葉で結び目だよ。数を数えるのにも使うんだ。友達ができたら結び目をつける。じゃあ私はサムと会うたびに結び目を増やしていくわ。ビーチには大切なもの、自分につながりがあるものしか持ってこられない。大切なものだよ、僕が作った。ありがとうサム。食べる？どうしてここに？あなたのボスに頼まれたの。いや、どうやってここに入った？あなたに届け物があるの。ここから先必要なものよ。
私たちフラジャイルエクスプレスの ID。 私の血とカイラル結晶が編み込まれてるある種の絆。この辺りのプレッパーズのセキュリティはパスできる。以前この辺りは私たちの独占配送エリアだった。でもヒックスにめちゃくちゃにされた。私も組織も信用もつながりも。それでヒックスに復讐を。君一人で。一人じゃないわ。あの洞窟、ポートノットシティ、そしてここ。私はどうやって来られたと思う？ BT が徘徊する荒野をボイドアウトの危険を犯さず、私はここにいる。私はここよ。君はビーチを通って。人にはそれぞれビーチがある。私は自分のビーチを通って空間を移動できる。ヒッグスと違って BT を呼ぶことはできない。でもあいつを追える。ビーチまでもね。ただしビーチは人によって入り口が違う。通れるのは自分の意識の中のビーチだけ。多元宇宙論って聞いたことあるでしょ。大丈夫か？続けて何回も飛ぶのはきついの。血中のエネルギーを消費するから。エッジノットシティに行くんでしょ。テロリストの巣窟よ。あそこまで行けばヒッグスとの衝突は避けられない。いや、俺は運び屋だ。化け物やテロリスト退治は専門じゃない。私と組まない。私のこの力をあなたに貸す。生きる目的は違ってもつながることはできる。あなたを飛ばせる。私のビーチで。ただしカイラル濃度が高いところ、カイラル通信の稼働エリア内だけよ。その見返りは何だ？よく考えておいてほしい。これあなたの役に立つわ。必要になったら呼んで。これが繋いでくれる？また会いましょう。
サム、レイクノットシティの配送端末にアクセスしてくれ。状況を整理しよう。目的はまずレイクノットからサウスノットまでの回ラル通信を稼働させることだ。そのためにプレッパーズのシェルターを中継拠点として使う。それぞれのシェルターにはフラジャイルが根回しをしてくれているが、それも万全とは言えない。 UCA 加盟を簡単に承諾するとは限らない。ただお互いに妥協点はあるはずだ。確実に荷物を届け、彼らの希望を叶えれば道は開ける。そうすれば加盟に同意してくれるだろう。早速だが取り掛かろう。依頼を確認してみてくれ。さん、ありがとう。ご提供いただきありがとうございました。配送先はレイクノットの南にあるシェルターだ。届ける荷物はカイラル通信対応のエボデボユニットだ。進化発生生物学、つまりエボ。今回の依頼は特別なものだ。依頼の概要、詳細をよく見てくれ。配送先はレイクノットの南にあるシェルターだ。届ける荷物はカイラル通信対応のエボデボユニットだ。進化発生生物学、つまりエボデボと呼ばれる生物学の考え方を応用したユニットだ。その装置とカイラルプリンターが連携すると、断片しかない構造物から全体を出力できる。まだ試作段階で、ブリッジズでもテスト運用をしている状況だ。依頼人は通称エンジニア、プレッパーズの技術者だが、彼が実証実験に協力してくれることになった。エボデボユニットは精密機器だ。衝撃には弱い。改めて言うまでもないが、壊れやすい。取り扱い注意だ。搬送には十分気をつけてくれ。エンジニアはシェルターで生まれ育った第二世代だ。リアルな人との交流はほとんどないようだが、メカニックには詳しいらしい。依頼人は第一世代のプレッパーズ。DS 以前からシェルターで暮らしている。かなりの高齢のようだ。しばらく配送が滞っている。薬のストックが切れそうだということだ。依頼された荷物は一つだが、その中身は複数のパックに分かれている。丁寧に運ばないと服用できる薬が減ってしまう。直ちに命に関わるようではないが、このままでは辛いだろう。できるだけ速やかに届けてほしい。今回の受け取り人は通称クラフトマン。修理や改造だけじゃなく、武器の製造もしている。
もっとも人を殺すような物騒な武器は使ってないようだが、むしろ殺傷系の武器を非殺傷系に改造している平和主義者だ。あくまで自衛のための道具を考案している。依頼された銃の部品もそのためのものだ。だが盗まれたり紛失したりはしないでくれ。悪用する連中もおそらくはいるはずだからな。それから血液グレネードと血液袋も持って行ってくれないか。そう、君が効果を証明しレイクノットまで運んでくれた対 BT 兵器だ。この辺りのポーターに渡したいそうだ。我々が独占する理由もない。これも運んでほしい。荷物 ID タグがついてはいるけど、中は空っぽの荷物ケースね。他人の荷物を欲しがるような相手を欺くのに使えるかもしれない。ありがとうございました。その一帯はミュールの活動地域だ。時にはミュールを避けて進むべきだろうな。彼らに捕まらないように。彼らはもともとこの世界を復興させるために身を挺して物資を届けた人たちだった。荷物を届けてもらった人々が感謝をしてくれたらそれで満足だった。だが彼らの崇高な理念は次の世代になるといつの間にか忘れ去られた。復興も感謝も彼らには関係なくなってしまったんだ。いってらっしゃい。
武器のロックを解除します。